皆さんこんにちは、あつやです。今日も動画いただいてありがとうございます。はい、というわけでね、見てお分かりの通り外にいるんですけども、というわけでね、今日なんですけど、まあ、ちょっとねガジェット系のイベントに参加してこようと思ってます。恵比寿の方まで来ております。今日ですね、僕がね最近よく、取り上げているこちらのね、シャオミの14ウルトラのシャオミワークショップボリューム1のねイベントにちょっとご招待というか、参加できることになったので、今日はねそれに参加してこようかと思っております。はい、ガジェット YouTuber の渡辺和正さんも、ご参加いただく上に、まあ、シャオミさんのね公式のイベントということで非常に楽しみなイベントとなっております。まあね、ちょっとイベントの中身見たらちょっとよく分かってないので、ちょっとどんな感じになるのかなって感じなんですけど、よかったら、最後までご視聴いただければと思います。どんなんだろう。では早速いってみましょう。会場の皆さん、そして配信をご覧の皆さん、こんにちは。本日はシャオミワークショップボリューム1次世代のクリエイティブ体験にご参加、そしてご視聴いただき誠にありがとうございます。本日のイベントはシャオミの最新製品であるシャオミ14ウルトラとシャオミパッド 6S プロ 12.4 インチ、こちらの魅力をオンライン、オフラインともに存分に、ご体感いただける内容となっております。まず第1話はですね、ガジェット系動画クリエイターの渡辺和正さんと動画クリエイターの郡司理香さん、そして私、シャオミ、足立の3名で、トークセッションを行います。このトークセッションで、配信の方は、終了になります。その後ですね、会場の方ではダイニングとして、シャオミ14ウルトラとシャオミパッド 6S プロを、活用した、ワークショップを、実施してまいります。今回、司会進行を務めさせていただきます、私、シャオミジャパンで、プロダクトプランニング本部でですね、商品を担当します、足立明彦と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。それでは早速第1部のトークセッションを始めていきたいと思います。1人目のゲストは、ガジェット系動画クリエイターの渡辺和正さんです。どうぞ拍手でお迎えください。はい、では初めまして、ガジェット系 YouTuber の渡辺和正と申します。もともとガジェットが大好きで、YouTube で学んでみていますで、このような機会に今日はですね、たっぷりサウンドスマートフォンの良さを伝えられる頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、日本一の運動音痴動画クリエイター郡司理香さんでございます。どうぞ。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが渡辺さん、いろいろお話を伺っていきたいんですけれども、まずは渡辺さんはいつ頃からの商品製品を使いなんですか。
はい、2019年頃から使い始めてまして、それこそシャオミがもう日本に入ってきたぐらいのタイミングから注目していて、一番最初のミニスマート版の4っていうスマートバンドから購入してデビューしてっていう形で取り組みしていただきました。自分が両親にバンドを購入してプレゼントしたりとかっていうことができて、やっぱり価格帯がすごい手頃っていうことが手を強化しやすいというか、ポイントかなと思います。ありがとうございます。それから渡辺さんにおかれましては、ちょうど今年5月にフォートウルトラと同時に、まあ、今日のテーマのデバイスでもあります、シャオミパッドシックスとこちらの方を非常に神ってる機能があるというのをご紹介して、そうですね、まずお伺いしたんですけども、はい、後ほど詳しくその辺の話をお伺いさせていただきたいと思います。はい、本当に問題なんです。はい、タブレットでタッチをしてスマホの画面を操作することができるというのです。これなんか遅延とか感じますか？遅延はですね、若干半が入ったぐらいなので、はい、そこまで気になることではないです。なるほどですね。スマホにたくさん写真を撮ってきたで、はい、今回も旅行の形にしてるんですけど、写真撮ったものをスマホからタブレットに持って移動するっていうのはすごく簡単です。なるほど。で、並びも取れないので、で、タブリングのやり取りたいと思います。ドラッグ&ドロップで移動できたりとか、そうですね、直感的にこのドラッグ&ドロップでできるっていうのは、結構活動の幅にも確保性できるのかな。ハンドドロップっていうのは、スマートフォンの撮影するときに、自撮りをしたいときに、インカメラよりも、やっぱりアウトカメラを使いたい。でも、そのアウトカメラを使うときに、画面が確認できないと困るっていうのは、もちろんあるあるだと思うので、それをこの2台のデバイスで解決できるっていう感じです。これでやります。はい、お願いします。観測モードを押して、そこをタップしていきます。この上の方ですね、カメラマークがあるので、そこをタップすると、マルチカメラ設定でカメラのモニターが選べるようになります。で、このモニターをタップすると、まずタブレットがモニターになります。で、次にスマートフォンなので、監督モードでどちらもタップしたり、で、今度アウトカメラの設定ですけども、ここで同じようなモードはマルチカメラ設定でカメラになります。で、この状態で開始すると思うんですけども、メインのカメラですね、はい、これがタブレットの方に映るっていう形で、スマホをこう反転させて、そうですよね、こんな感じで映像をしたら、一番いいカメラで高画質で映るようになります。この僕が開始したかったら、タブレットの僕の開始になると、そのこちら開始になって、カメラを確認しながら、メインのカメラを使ってぜひですね、シャオミ14ウルトラ、静止画ですね、こういったその、動画性能であったり、その動画のクリエイターをサポートするような製品機能みたいなものもありますので、シャオミ製品をいくつか持ってると、迷惑が増したので、ぜひ今日はその辺を覚えていただけるかなというふうに思います。ここまでのところですね、ありましたが、お二方がですね、一言ずつ、今日の感想と、これがちょっとチャレンジしてみたいことみたいなことが、あったら、ぜひお話しさせていただきたいなというふうに思うんですけど、渡辺さん、いかがですか？まず、この今回のセットアップを使って、本当に YouTube 動画を作ってみたいと、チャレンジしてみます、はい。ありがとうございます。宮司さん、ちょっと、シャオミ初心者として今日は参加いただいたんですけども、今後に向けたその抱負みたいなことか、はい、ちょうど今スマホを貸し借りサイト持ってるので、このボディが連携して使えるなら、ぜひ両方そのまま使いたいなって今思いました。はい、どうもありがとうございます。それでは、ちょっとお時間の方ちょうど参りましたので、第1部のですね、トークセッションの方はこちらで終了させていただきたいなというふうに思っております。第2部の、様子は、後日、マイナビニュースで公開されるアフターリポートの方にも、ご紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。
ください。ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。それを音声の波形に基づいてどんどんカットしていく、こうしていて、でなるべく追加の撮影をしないようにしてます。なるべく最低1日1本以上集めて作るようにしてます。なるほど。でも今回東京に、ね、わざわざ来ていただくと、その1本の制作、貴重な制作時間をちょっと我々がちょっといただいちゃってるわけっていうストックはたくさんあるいいねボタン増えるのかみたいな、そんなその秘伝の技みたいな、ノウハウみたいなのをこのまま限りでお聞かせいただいてよろしいですかね。タイトルとサムネイルからちょっと言いますんですけど、サムネはあまりごちゃごちゃしないように、シンプルかつインパクトが残るようなサムネを意識して作るためと、あとタイトルもタイトル全部言っちゃうんじゃなくて、あこのタイトルの続きはどうなるんだろうっていうのを動画に、あの動画に答えを持っていくっていうすることを、私もですね、と言いたいんですけど、数字関係結構苦手でして、SNS、Twitter とか、Instagram、TikTok とかに、これぐらい YouTube で投稿する内容に沿ったことを事前にちょっとこう、悩み的な感じで、こんなこと悩んでるとか、これを話したいなっていう、ちらっと話してみてもらって、で、動画を出して、回収していただけるという。メディアの音楽を連携させて、はい、お客様をこう、まあ、繋いでいくといいますか。そうですね。マイクの指向性を、ちょっと変更します。全集中性。このカメラも、前方のマイクが使われるので、自分の声が変わりやすくなります。秋山さん、こっちのテザリングをこっちに、はい、改めまして本日はですね、第1部の特設セッション、そして、第2部のこれはフルショーミーセッションですね。まあ、実はクリエイティブ体験ということで、シャオミー映画、スタッフもですね頑張って用意させていただきました。ご参加いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。おしゃれ持ちしてる。ですね。やばい。みんなが興奮しすぎているところ。やばくないこれ。ぜひ皆さん同士の交流、アカウントの交換であったりとかですね、していただき、次の皆さん交流につながっていただければなと思いますので、どうですか皆さん、今日ご満足いただけましたか。はい、ありがとうございます。渡辺和真さんと郡司里香さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。
それでは皆さんどうもありがとうございました。お気をつけください。